高岡で、お茶をやってる村松園の村松悟です。急須で飲む人が減ってきてるもんで、お茶の一番茶、いいお茶の消費量は減ってますよね。一番茶の収入で今までやってきたもんで、二番茶とか秋番茶とかその下級茶になりますとね、収入、農家の手取りはかなり減ると思います。まだこれはね、親葉でこう新茶を取る葉っぱじゃないんだね。この先の芽がね膨らんできて、ここら辺に 芽の元があるんだけどね、新茶の芽の元があるんだけど、それが膨らんできて、それを収穫する。こういうところだから、こういう先、こういうところにこう新茶の芽があって、それの芽が開いて、3枚から7枚ぐらいまで開くんだけど、5枚ぐらいでここら辺は取ると思うけどね。これがね、日本の緑茶の中で一番重要な工程の、蒸し器。日本の緑茶はね、蒸すっていうことで発酵を止めてるもんで、紅茶とかウーロン茶とかとは全然違う工程がこの蒸し器っていう工程さ。摘んできたお茶の、収穫してきたお茶の葉っぱにね、蒸気を当てて、緑の状態を保つ、緑茶になるってことだよね。皆さんに知ってもらうためにね、本若美人っていう生姜紅茶、生姜のお茶を作ったんですけどもね。そうですね、富士の茶娘とか、各多分沼津にも茶娘がいるだろうし、静岡にも茶娘がいるだろうし、静岡県全体でこう静岡のお茶をね盛り上げるっていう努力はしてるみたいですけどね。はい、富士の茶娘というところに所属しておりまして、第18代になります。で、ミスが1人いまして、であと富士の茶娘が6人、私の他にあと5人の方がいらっしゃると、計7人でやっているような形です。富士のお茶っていうのはヤブキタ茶がメインになっているので、そのヤブキタっていうのはすごくこう甘みがある反面ちょっと渋みがある、そういったお茶になるんですけど、その渋みと甘みがあるお茶本来の味を大事にしているお茶だと思います。はい、コーヒーであるとなんかお砂糖を入れたりだとかミルクを入れたりだとかっていうのがあると思うんですけど、お茶っていうのはそういったものを入れずにそのままで飲めるので、今すごく生活習慣病の方が増えたりしてると思うんですけど、がんの予防にもなりますし、ビタミン C とかもたっぷり入ってるので美肌効果とかもあるので、ぜひ皆さんに飲んでいただければなと思います。今の時代はもちろん美味しいものを食べたり飲んだりっていうことも皆さんこうにお金も使うんですけれど、やっぱり自分の体の健康のためにすごくこう健康を考えてる方が多いと思うんですね。なのでこれからのやっぱり時代を担う、健康茶としてこのギャバロン茶っていうのはぜひ推奨していきたいなって思ってます。うちの場合ですと父が農林水産大臣賞を茶園の部で取っております。茶畑で農林水産大臣賞を取り、そしてその息子である米光が、お茶で製茶でもって取っているので2代で、しかも茶畑とそれから作った製品をで取っているっていうところは本当に少ないと思うんですよ。それは本当に誇れるところですね。幸いなことに息子の君高も3年前から就農してくれまして、で楽しく本当にお茶が好き、そして茶畑が大好き、茶畑山ボーイと呼んでるんですけれど、
年中お茶のことばっかり考えています。で、あのいかにしてこんなに美味しいお茶を、自分たちが一生懸命作ったお茶を、そして体にいいお茶を、あの皆さんに飲んでもらいたい、美味しいお茶を飲んでもらいたいっていう1年で作ってますので、あのぜひ続けてお茶のことも頑張って、あの勉強もしていきたいし、続けていきたいと思っています。